夕方のね千葉北エリアですけど、こんな感じでもう人はがっつりいますね。でここだけなんですよ、もうこっち側はねもう全然いなくてカレント入っちゃってる状態で、もうこのピークだけすごいですね。でも朝よりこれでもね波良くなってるんですよね。もう朝は風入って、もう正直昨日の YouTube で出るかな、僕ちょっとレッスン受けたんですけども、コンディションがすごすぎて、もう、まあ、パドルの練習はなって教え、ああいう波でも乗り方を教えてもらったんですけど、コテンパンにやられましたね。もうコンディションでね全く乗れなくなるっていうのがよく今回も気づかされたっていうか分かってたことですけど、見事にやられました。とりあえず 2,3 本乗ってからね20分ヒートスタートですね。ちょっとまずはウォーミングアップで、はい行きました、バックサイド。あいい波じゃないですかこれ。あヒットいいいいですね、よかったな今のは。はい行きました、スピードつけて、いや行くかな、あファーストターン、あやっぱこの板速いな、うわこう緩いとこも降りてってすごいですね、いいんじゃないですか。はい行きます、そこでジャブーンと崩れて、あー無理か、はい20分ヒートねスタートしました。今ねあの CT とかね、あのオーストラリアでね日本人の選手もいっぱいいてる QS3000 やってて、日本人選手がね女子は3位が2人、アノンちゃんと池田未来選手ということで、そういうのを見てねやっぱり試合したいなと思うみたいで、試合形式でちょっと今日はやっていきたいと思います。日本の女子強いですね、世界でオーストラリアでねレベルの高いところでも3位、あとなおかつサーフィンじゃないですけど野球も決勝残りましたね、しかもサヨナラ勝ちということですごく盛り上がってましたね。はい行きます、早速とりあえず48秒で1分、これいいですね、1分でまず1本乗れて、でヒット、あースピードあっていいんじゃないですか、まあ、ちょっと点数的にはねまあどうでしょうね、4点いくかいかないかぐらい前後ぐらいでしょうね、スピードありましたから良かったんじゃないですか。あと転ばないっていうのがねやっぱり大事ですね、試合に関しては。お5時ですね、5時でもねもうまだ明るいですね、ついこの間までねもう真っ暗になってましたけど、そういえばね木村拓哉さんのねあの信長の映画レジェンドオブなんとかっていうのを見たくて、わざわざ映画館まで行ってね券売り場まで行ったら、うわやってないじゃんって、調べて行けよっていう話ですけど、先週までやってて、しかも10時ぐらいから始まるから10時に行ったんですよ。そうしたらやってなくて、あの銀行のねなんか詐欺師みたいな映画、シャイロックの子供たちをねちょうど9時50分からで10時に着いたので10分遅れましたけど、それ見てきましたけど、なんか人間のねなんか銀行員でいい位置にいてもねやっぱりギャンブルだったり家族の保証人になったりでお金に困ってそういう手を出しちゃうっていう映画なんですけど、ちょっとねうわそんなエリートでいい大学出ていい会社入ってもそういう風になるのかなと思わせる映画でしたね。やっぱお金は怖いですよね、そういう風にねやっぱギャンブルが怖いなと。ギャンブルパチンコすらやらないので好きじゃないんですよ、まあだから助かるなと。酒もね缶ビール2本、居酒屋でもどうジョッキ2本飲んだらもういいやっていう感じで、なんかそういう依存がないんですよね、酒もタバコもギャンブルも。まあだからその辺でお金を使ったりはしませんけど、おっと行きますね、
やっぱり酒とギャンブルは怖いですね。まあほどほどだったらね、全然ね遊びでいいと思うし、パチンコなんかもね暇つぶし、ほぼ僕はパチンコやりませんけど、本当なんか嫌いでね、不思議なんですよね。だいたいゲーム系がね好きじゃないんですよね、不思議と。こうものづくりは好きなんですけど、動画作ったり写真作ったり、こう料理作ったり、あと家のデザイン考えたり、なんかねそういう自分で作るって考えるってことは大好きなんですけど、ああいうものはね、ゲーム系はギャンブルにしてもお金かける、トランプでお金かけたりも絶対ね好きじゃないし、まあ、若い時はね麻雀とかしたことありますけど、意外に得意だったんですけど、でもやっぱり一日っていうか朝まで時間あるので、時間が一瞬で過ぎちゃうので、なんか時間がもったいなくてできなくてやってなかったですね。こう行きましたね、バックサイドファーストターンいいんじゃないですか。あ、これ2発入ったら良かったですね。一発でね、ちょっと一発でもやっぱりカーボンの板スピード速いですね。もうサブドライバーのカーボンはね24本限定で一瞬で売り切れましたからね、もうすごい人気ですね。今週はね何が売り出される、またカーボンね、多分ラブサーフさんのね LINE 見てみれば分かるんですけど、ラッドリッパーなのか何かね、また限定で売り出されると思うんですけど、すごい人気ですね、全部完売ですね。僕が一番気に入ってるのはMR マーク・リチャードの、ね、カリフォルニアツイン、あれもあれ大好きですね。あの接地面が広いのでパドルしやすくて、おじさんでも使いやすいですね。ただねやっぱり好きなのはこうシモンズとかツインとかね、オルタナ系乗りたいんですよね。ただまだまだ僕練習が足りないので、ああいうボード乗れなくて、今スクールっていうかね奥田さんに教えてもらってるんですよ。親切に教えて一緒に入ってくれるのでね、すごく勉強になりますね。あ、行きましたよ。あっと、これはアクションできないか。やっぱりねスクールで一緒に入って横でアドバイスもらって、あとやっぱりこいでって奥で乗らせてもらえるっていうのは、一人でやってるよりたくさん入れる。あとパドルのテイクオフの向きですよね、波がシフトしてくるので、そこに向かってこいだら乗れるとか教えてくれるから、あと来ましたよとか言って、なんかガイドさん、バリのガイドさんを思い出す感じで、すごく心強いんですよ。まあだから1時間半ぐらいねスクールやってお金払ったとしても、もう絶対いいなと思いました。一人でやっててもやっぱり黙々とやって、下手すると僕もう乗れないと30分で上がっちゃったり、乗れる時に限ってたくさんやったり、あとやっぱりスクールでお金払うと一生懸命なるので、なんか一生懸命やって上手くなって、パドルだけでも乗れなくてもね、結果ね波がカレンダーありすぎて乗れなかったんですけど、乗れなくてもパドルをずっとして必死に乗ろうとするので、それだけでも気持ちが違ってね、トレーニングになったんじゃないかなって僕は思いましたね。だからどうだろう、まあ、週に1回は多いにしても月に2回ぐらいはねスクールをもうちょっと夏に向かって受けていこうかなと、奥田さんのとこでザ・ビハインズさんのね奥田さん、奥田圭さん、まあすごく優しくてね、アテンとして一緒に海に入ってくれるっていうのが僕としてはねすごく良くて、もう結構ね予約詰まっちゃってるらしいんですけど、連絡取ってみるといいかもしれませんね。こう波がねやっぱ1本目良かったんですけど、なかなかね来ないな。そういえばねゴールデンウィークぐらいかな、またワイルドスピードやりますね。それ楽しみですね。でも最近ね正直やりすぎっていうか、空飛んじゃったり飛行機車がめちゃくちゃなんですけど、やっぱりみんなあれは見ようと思って見に行くんですけどね。ミッションインプレッションシブ
あのトム・クルーズ、あれはもう絶対見たいですね。あ、行きました。あ、ダメですね。あのトム・クルーズの映画はあの裏の裏の裏で騙し合いなので、真剣に見ないと分かんなくなっちゃうので、映画館が見るのが僕はね好きです。あ、行きました。これボトムあるんじゃないですか、ひょっとしたら。お、振って振ってボトムヒットいいんじゃないですか。もう一発と決めろ。あ、 OK ですね。これは 5.5 ぐらい出たんじゃないですか。もしかするとコンディションでね6点まではいかないにしても、6点ぐらい出たかもしれません。6点ぐらい出たかもしれませんね。コンディション的に難しいので、ここみんな決めれないと思うので、今の良かったんじゃないですか。バリエーションもあって、あれは OK だったと思いますね。良かったですね。ちょうどね10分あと、残り時間10分30秒で1本6点で6点ぐらい出せれば、で前半のは4点だとしたら10点ありますから、まあ試合としてはあとバックアップを上げるかトップスコアを上げれたらもう1位通過できますね。もうここでもう1個ね 5.ちょいのバックアップがあれば、まあ、2位では上がれるんじゃないでしょうかね。そういう感じ、あと10分あるのでしっかり乗ってほしいですね。おっと、また連続でいけたらこれ最高ですね。張ってこない。やっぱりねパワーゾーンに戻って戻ってでボトムがあるとこ行ったらアクションできますね。あの今のサーフィンでしょうね、この波に対しては。とにかくボトムがなく波が消えちゃう感じなので、戻って戻ってボトムに入る、まあ、そこがね勝負ですね。どうだろう、本当ポジションは右がいいんですけど、やっぱりこうやって20分引いてあるといっぱい乗るので迷惑かかるということで、人のいないね左のちょっと波がよく見えないところでやってるんですけど、1本いい波掴みましたね。まあここだとね1人もいないのでゲッティングも気使わずまっすぐ戻れるし、20分ヒートの練習やるにはねやっぱり人がいない方が、この場所の方が誰にも迷惑かからないし、こう狙ってピークに右に寄ってからパドルで、この張ってきたところを狙ってまずバックサイド戻るでヒット前に出ない、ちょっと波がダブってますね。ただとにかくこのボードはターンが速い、あと伸びますね。なんかねこうしなって、その反発がやっぱり速いらしいですね、カーボンの板は。だ PU に比べるとボトムからトップに上がる、ボトムからのしなったところからのスピードがとんでもなく速く感じますね。まあ、僕なんかね上手くないのでそこまで分かんないんですけど、ただとにかく扱いやすいなっていうのはあります、下手な僕でもね。でもいろんな板乗ってね、オルタナ系からこういうカーボンの板からね、まあ波によってね楽しみたいですね。とにかく楽しむのが一番なので、で楽しむためには少し乗れた方が楽しいということで、僕は奥田さん頼んでねレッスンしてもらってるんですけど、まあ息子に教えてもらうっていうのももちろんですけど、オルタナ系はねやっぱり専門の人に聞きたいなと思いまして。あっとカーブからヒット、もう一発ヒット、まあ、こうヒットしっかりヒットできてますけど、まあ、でも4点ぐらいかな、ちょっと波があんまり良くなかったですね。あと1本ね5点台バックアップ揃えたらねこのヒートは上がれるんじゃないでしょうかね。まあまあでも乗れてはますね。いつもね10分以上待っちゃったりね、ホットの試合だと。種子島ももうねもうすぐですからね。もう準備していかないとね、体作りですよね、あと2週間ぐらい。
あっという間ですよ。2、3週間あるか、3週間ないんじゃないかな。やっぱりこうやってね、20分とか区切ってやると練習になりますね。あと6分ですね。時計を持ってないのかな、だからちょっと分かってないからチロチロしてるのかもしれないけど、あれ奥の方に1人いますね。1人増えましたね。こっちすごいアウトに1人回ってます。どうだろう、これ結構ねミドルで回ってますね。奥の人がアウトにいるのかな。でも右の列はあのぐらいの奥にいますね。だからちょっとやっぱミドル波狙ってますね。張ったところでアクションしようっていう作戦でしょうね。これいけるのかな。あー、いけないか。結構どう、ミドルセクションより前で待ってますね。ここのポイントはね、前も割れるんですよね。潮がね多い時は前の方が張って楽しい時あるんですよね。で奥がダラッとしちゃってアクションできない時あるので、これ試合だったらね若干前の方がポイント出るのかなっていう時もあります。マルキポイントもね試合の時こういう時あるんですよね。アウトで待つ人とインサイドで待つ人と分かれる。でアウトから待ってしっかりアクションできてつなげれたらアウトが点数出るんですけど、ほぼ割れなくて終わっちゃう場合があるので、インサイドの人が勝つ時もあるし、もう駆け引きですよね。行くかな、行きましたね。ここで張って、あ、張ってこない。もう一本でも決めたいですよね。まだね4分14秒あるので十分1本は決めれると思います。しっかりやっぱりね試合っていうのは2本決めないと1本、この間ね宮崎の試合でも1本ね 6.75 ハイスコア持っとんのに負けたっていうシーンがあるんですけど、あれも1本ねもうちょっと5点台ちょっと持っとれば余裕で勝てたっていうことは、やっぱり1本2本ねある程度バックアップを揃えないと、バックアップが4点だと心配ですよね。奥はやっぱり割れてないな、1人乗ってますけど、おっと手前がやっぱりちょっとミドル付近で波待ちしてますね。まあ、この作戦いいんじゃないでしょうかね。アウトでねもう巻き切ってボーっとして時間経っちゃうともう軽く10分待っちゃいますので、のカレントはなさそうですね。朝入った時もものすごいカレントで永遠に左に流されるので、ずっとパドルして普段のサーフィンのもう30倍ぐらい疲れましたけどね。ま、波待ちしてるとどっかに流れちゃうんですよね。でもこれはそんなことないですね。今はカレントは横のカレントはないですね。ただうねりはすごくよれてますけど、ただ面はねそんなバッタバタではないです。あと2分ですね。どういうふうにあと1本どう決めるか、まあ、残り時間的にはやっぱりチャンスは1回ですね。それをどう決めるか、もう1本をね決めたいですね。焦って変な波乗っちゃったらもう時間切れになりますけど、ここが勝負どこですよね。
ラスト1分30秒どうなるのか。ここでね、変な波に手出しちゃうと、もうゲッティングで時間オーバーになるので、しっかり、まあバックアップ4点なので、4点以上出せばバックアップ上げれるっていうことで、4点以下の波はもう乗らない方がいいってことですよね。もちろんそういう計算をしながら、今はねコールがあるので、何点と何点で分かるから、聞こえれば組み立てできると思うんですよ。まあビュンビュンな風の時はね、音視野ビュンビュンで聞こえない時もザラにあるんですけど、試合はもうそういう時は勘でやるしかないんですけど、なんかアプローチで点数が見える制度があるとかね、海外では言ってましたね。ということは全員アプローチ持たないといけないので、そこはどうなのか分かりませんけど、あ、後ろに船います。ちょっと寒、5時過ぎるとやっぱり寒くなってきましたね。あと22秒、1本乗れないのか。17秒、1本乗ってほしいですね。まあでもね、内容的には良かったと思うんですけど、これいけるかな。残り、あ、1秒、はい、終わりました。終わりました。まあ良かったんじゃないですか。枠見てないかな。終わりましたね。終わりました。あ、最後波今来ましたね。これもう終わってますけど、おっと終わりました。まあ良かったんじゃないですか。内容的には最近ではね、こういうヒート練習では良かった方だと思います。もう一気に暗くなってきてますね。まあ曇りってこともあるんですけど、もういい練習できたんじゃないでしょうかね。良かったですね。